戦い、これは野生動物の生存本能です。食料、領土、若者の保護、すべてが戦いの原因です。カバは縄張りを守りたいのです。ワニは獲物を欲しがります。カバはワニを攻撃します。ワニがカバを倒す。2つの権力者による戦いの結末はどうなるのか。カバは勝つのか勝てないのか、それともワニが水中で支配するのでしょうか。カバが荒野でパーティーをしたくないのはワニだ。サハラ以南のアフリカが原産のカバは半水生生物で、水生哺乳類としては象とサイに次いで2番目に大きいとされています。カバは大きな体、広い口、目立つ牙によって簡単に識別できます。ほぼ無毛の体に比較的短い柱のような頑丈な足が特徴です。体重1トンを超えるカバは川、湖、汽水湿地に生息しています。彼らは縄張り意識を持つ動物であり、自分の領域を激しく守っています。頑丈な顎を備えたカバは3メートルを超えるワニを粉砕することができます。彼らの縄張り意識は彼らを最後の息まで戦うよう駆り立てます。逆に言えば、カバはその予測不可能で攻撃的な性質のため、世界で最も危険な動物の一つと言えます。自然の敵がほとんどいないように見えるカバは支配的な雰囲気を持って環境をナビゲートします。カバと同様にワニは主に水生動物であり、狩猟のために陸上に上がることもできます。ワニは待ち伏せスタイルのアプローチを持つ熟練したハンターです。ザラザラしたトゲのある皮膚を持つワニは恐ろしいように見えます。目と鼻の穴が頭のてっぺんにあるため、体全体を水中に沈めることができ、効果的にカモフラージュできます。さらに68本の鋭い歯を備えた顎の構造により、ワニは地球上で最も強力な噛みつき動物となっています。興味深いことに、ワニの歯は噛むためではなく肉を引き裂くために使用されます。デスロールは致命的な回転操作であり、獲物が生き残る可能性はほとんどありません。毎年大きな川を渡って移動する草食動物は重大な損失をかぶっており、かなりの数の個体がワニの餌食になっています。これらの爬虫類はこの水生河川環境において手強い恐ろしい捕食者として立っています。しかし紛争はそこで終わりませんでした。ヌーの移動中、カバ対ワニの戦いは翌日まで延長されました。このイベントはワニにとって盛大な宴となった。カモフラージュした捕食者は何も知らない獲物が罠にかかるのを熱心に待っていました。鋭い歯を持つワニはヌーを水の中に引きずり込み、窒息させるだけで済みました。狩りは完璧に見えたが、ワニは誤ってカバの縄張りに入ってしまった。川の神の水中の怒りにより、ワニは獲物を失いました。領土への侵入者は深刻な結果に直面します。体重が最大 1.5 トンのカバはその体を使ってワニを攻撃することができます。しかし 2000psi に達する光合力によって彼らは進路にあるものを全て粉砕することができます。彼らの顎は大きなダンベルに匹敵する力を持ち、ワニに苦痛を与えます。警告が発せられ、ワニは安全のために逃げることを余儀なくされます。前回の小競り合いの後、カバはほとんどの時間を陸上で草を食べて過ごしていたにもかかわらず、ワニはカバの縄張り内での狩猟を制限した。しかし時にはカバの介入により獲物を失うこともありました。ワニによるこのヌー狩り遠征では、カバが予期せぬ英雄としてヌーを救い出しました。これによりワニは空腹を満たすために別の狩猟遠征に乗り出すことを余儀なくされました。しかしカバは他の種にも驚きをもたらします。今日彼らはヒーローとして行動するかもしれませんが、明日はハンターになる可能性があります。ワニはカバの介入で獲物を失いました。この食事はカバにタンパク質を補給し、活動に必要なエレニンを供給しました。一般に同じ生活環境を共有する場合、カバはワニよりも恐れられます。カバはその獰猛さを利用して水中でトップの地位を確保します。ワニは安全を確保するために自分の持ち物をカバに手放すことさえあります。母親のサポートと頬に支えられたカバの赤ちゃんは非常に攻撃的になることもあります。しかしワニはカバの領土に侵入することはありませんが、依然として最も危険な捕食者です。カバとワニの関係には競争と支援の両方が含まれます。カバの死につながる自然要因により、カバはワニの餌になってしまいます。ただし全体的に見ると、両種は過度の競争を行うことはありません。野生の食物連鎖は常にこのような素晴らしい相互のつながりを維持しています。熱帯地域の川や沼地ではワニが主に繁栄している。ワニは最も大きく最も危険な爬虫類である。1匹のワニは5メートルにもなり、ザラザラした皮膚と鋭い歯が自慢だ。目と鼻の穴が頭の上にあるため、ワニは全身を水中に沈めてカモフラージュし、獲物を待ち伏せすることができる。さらにその流線形の体は追跡時に素早く泳ぐのに役立つ。鋭い感覚、優れた夜間視力、鋭い嗅覚は獲物の発見に役立つ。待ち伏せ狩りのテクニックを駆使して、数えきれないほどの動物がワニの犠牲になっている。爬虫類の中でもう一つの驚異的な捕食者はオオトカゲだ。適度な大きさ、細長い首をそして強力な爪を誇る。オオトカゲは肉食で攻撃的な捕食行動で知られている。待ち伏せ攻撃で狩りをし、市内での競争は激しい。彼らは餌と仲間を奪い合う。頑丈な尾の構造により直立戦闘が可能である。さらにオオトカゲは盗みに長けており、特に他の種から卵を盗み出す。このため野生では敵も多い。アフリカ最大の川には危険な肉食動物がいる。ワニが餌を待っている。4月になると気温の上昇によって何百万匹ものコウモリが体温の急上昇を経験する。しかしその川の下には捕食者が潜んでいる。コウモリたちはあえて水に飛び込むという危険な選択を迫られる。ワニはコウモリたちの行動からごちそうを期待している。尻尾が舵となり、獲物を捕らえるための力強い突進のてことなる。この食事の後、ワニは繁殖期に入る。4月から7月にかけて、ワニは繁殖のピークを迎える。ワニは穴を掘って卵を産む安全な場所を求めて上陸する。一度に60個以上の卵を産むこともある。彼らは卵を砂に埋め、赤ちゃんワニが孵化するのを待つ。この間、最も悪名高い泥棒、オオトカゲが現れる。その小ささと素早いスピードでトカゲはこっそりとワニの巣に近づく。母親はそれを見て追い払うかもしれないが、彼女が狩りに出ている間にトカゲは数個の卵を盗んで食べることに成功する。実際、孵化したワニの 99% は1歳の誕生日を迎える前に死んでしまい、大人になるのはほんのわずかである。そこでワニは卵を守る味方を見つけた。ティクコップ町はワニの産卵場所の近くに巣を作り、生活することで知られており、ワニが留守の間、卵を守る役割を担っている。逆にワニはティコップ町が他の捕食者から安全であるようにする。ティコップ町はしばしばオオトカゲの侵入を阻むバリアを形成する。くちばしと敏捷性を駆使してトカゲを撃退する。トカゲの盗みの試みはこれらの保護者によって阻止される。ワニが戻ってくると、オオトカゲは速やかに退却しなければならない。しかし、犯罪は発覚した。そしてワニの攻撃が始まった。カミソリのような鋭い歯を60本以上持ち、地球上で最強の噛む力を持つワニは敵を素早く制圧した。体の大きさがワニの10分の1しかないオオトカゲは圧倒された。しかし生き延びようとする意志がオオトカゲに力を与えた。負傷しながらも結局ワニは敵を助けた。この母親は孵化期を迎えたため、子供のワニの元に戻らなければならなかった。子供のワニは硬い卵の殻を破り、目を開いて新しい世界を迎える。母親のワニはこの記念すべきイベントのために戻り、すべての子供のワニを口にくわえて自然の生息地に放した。赤ちゃんワニは12年かけて育てられ、完全に成熟する。しかし、早ければ2歳で生きるために自分で狩りができるようになる。何百頭ものワニが獲物を待ち伏せするために大きな川沿いに集まってくる。これらの川はさまざまな動物種にとって重要な水飲み場であり、膨大な量の水を供給している。しかし、ワニは待ち伏せに非常に長けているため、これらの水域はワニの攻撃を受けやすい場所でもある。ワニの攻撃速度は水生肉食動物の中で最も速いとされている。彼らの歯は噛むためではなく、獲物を制圧するためのものだ。さらにワニの嗅覚は他の動物の死骸を見つけることができ、歓喜の糧となる。成熟したインパラ1頭分の餌があれば、ワニは歓喜を通して生き延びることができる。サンブル国立保護区で1頭のメスライオンが仲間や子供を守るために勇敢にもワニと戦った。長さ8センチの爪を持つメスライオンはワニに恐怖を与える強力な一撃を放った。陸上での戦いはライオンの得意とするところだ。これはメスライオンからワニへの警告だった。どちらの動物にも怪我はなかった。ライオンと同様、ワニも水に足を踏み入れたものを襲う。わずか5秒でワニはライオンに追いつきそうになったが、幸運なことにこの狩猟マシンはワニに引きずり込まれる前に早く泳ぐことに成功した。保護区の朝はライオンが縄張りをパトロールする時間だ。彼らは侵入者に立ち向かう準備ができている。ワニを発見。最善の防御は積極的な攻撃である。ワニはこの戦術に成功した。ライオンはワニの獰猛さと鋭い歯を前に躊躇する。ライオンは一瞬戦いを中断し、双方が怪我をする前に素早く退却する。何百万年も変わらない水中領域は爬虫類であるワニのものである。彼らは頭の上にある目と鼻の穴に助けられながら全身を巧みに水中に隠している。ライオンは危険を察知しているが、食事のためには危険を冒さなければならない。スピードが重要なのだ。実際、素早く泳ぐことがライオンがワニの鋭い歯から逃れる最も安全な方法なのだ。自然界で生き残ることは困難であることが知られており、食料はかけがえのないものである。ライオンは食べ物のかけらさえもワニに奪われることを許さない。彼らの攻撃と追撃は爬虫類を水中に素早く逃げ込ませる巧妙で安全な方法だ。しかし、ワニは獲物を盗むのではなく狩りをすべきである。国立公園ではライオンは数で有利だがワニは優れた武器を持っている。ライオンは率先して攻撃を仕掛けるがワニの頑強な抵抗力が大きな障壁となる。2強の戦いの決着は以下に。戦いの行方を追いながら以下のコメントであなたの予想を共有してください。カフェ国立公園ではライオンの群れがインパラの成獣を狩りに出かけたが予想外に大きな獲物を確保してしまった。沼地から遠くへ迷い込み数に圧倒されたワニがライオンの群れに完全に制圧された。20頭近くのライオンは最大 700psi の力で噛みつきワニを制圧し無力にした。ライオンの群れは満足のいくスリリングな宴を楽しんだ。サビサンズでオスライオンが食事を守るために勇敢にもワニと戦った。場所が湿地帯であったためオスライオンよりもワニの方が有利であったようだ。殴り合いはあったものの結局オスライオンはワニと食事を共にした。これは両者が同じ空間を平和に共有した数少ない瞬間であった。狩猟本能が水中に潜む危険を警告する。オスのライオンは川を渡る時に用心深いがそれでもワニがどこに隠れているかを見極めるのに苦労するかもしれない。それでもオスライオンはワニに追いつかれる前に岸にたどり着くことができた。ライオンも他の動物と同じように川を渡る時はより慎重になる必要がある。肉食の種にとって食べ物は非常に重要である。乏しい時には朽ちた死骸でさえも望ましい食事になる。オスライオンはカバの死骸に出くわし空腹を満たすための一時的な食事となった。ワニの到着はこの食事を自分のものにしたいという欲望の合図だった。オスライオンは水中では勝てないことを知っていた。ワニにちょっと噛まれただけでオスライオンは怪我をする。そのためライオンは食事を放棄し安全な岸辺に退却することに越したことはなかった。マラ川は縄張りを示しかなりの数のワニが生息している。しかし岸やライオンの群れの土地に足を踏み入れることはワニにとって間違いである。ライオンは5頭から10頭ほどいればワニを殺すことができる。体長3メートルを超える爬虫類であるにもかかわらず安全に逃げるためには頂点捕食者よりも早く走らなければならない。ライオンの突然の攻撃は赤ちゃんワニをあっという間に獲物に変えてしまった。ワニの赤ちゃんの 99% が大人になるまで生き残れない理由はここにある。ライオンにとってこの食事は大したものではないかもしれないが、彼らの狩猟能力を磨く事例の一つである。マサイマラ国立本国でライオンの群れが思いがけない大物を食べた。彼らのテリトリー内で狩りをするワニに遭遇したのだ。ライオンの原則である侵入者は罰を受けなければならない。しかし陸上ではワニが有利なわけではない。群れはその強さを見せつけ自分たちの優位性を主張した。どんな肉食動物でも他者と食事を分かち合いたがらないのが普通だ。ライオンも例外ではない。しかしライオンはワニにちょっとしたただ飯を提供しているようだ。領土への侵入者は深刻な結果に直面します。体重が最大 1.5 トンのカバはその体を使ってワニを攻撃することができます。しかし 2000psi に達する光合力によって彼らは進路にあるものを全て粉砕することができます。彼らの顎は大きなダンベルに匹敵する力を持ち、ワニに苦痛を与えます。警告が発せられ、ワニは安全のために逃げることを余儀なくされます。前回の小競り合いの後、カバはほとんどの時間を陸上で草を食べて過ごしていたにもかかわらず、ワニはカバの縄張り内での狩猟を制限した。しかし時にはカバの介入により獲物を失うこともありました。ワニによるこのヌー狩り遠征では、カバが予期せぬ英雄としてヌーを救い出しました。これによりワニは空腹を満たすために別の狩猟遠征に乗り出すことを余儀なくされました。しかしカバは他の種にも驚きをもたらします。今日彼らはヒーローとして行動するかもしれませんが、明日はハンターになる可能性があります。ワニはカバの介入で獲物を失いました。この食事はカバにタンパク質を補給し、活動に必要なエレニンを供給しました。一般に同じ生活環境を共有する場合、カバはワニよりも恐れられます。カバはその獰猛さを利用して水中でトップの C を確保します。ワニは安全を確保するために自分の持ち物をカバに手放すことさえあります。母親のサポートと頬に支えられたカバの赤ちゃんは非常に攻撃的になることもあります。しかしワニはカバの領土に侵入することはありませんが、依然として最も危険な捕食者です。カバと同様にワニは主に水生動物であり、狩猟のために陸上に上がることもできます。ワニは待ち伏せスタイルのアプローチを持つ熟練したハンターです。ザラザラしたトゲのある皮膚を持つワニは恐ろしいように見えます。目と鼻の穴が頭のてっぺんにあるため、体全体を水中に沈めることができ、効果的にカモフラージュできます。さらに68本の鋭い歯を備えた顎の構造により、ワニは地球上で最も強力な噛みつき動物となっています。興味深いことに、ワニの歯は噛むためではなく肉を引き裂くために使用されます。デスロールは致命的な回転操作であり、獲物が生き残る可能性はほとんどありません。毎年大きな川を渡って移動する草食動物は重大な損失をかぶっており、かなりの数の個体がワニの餌食になっています。これらの爬虫類はこの水生河川環境において手強い恐ろしい捕食者として立っています。ワニとカバはどちらも他の種にとって危険な動物です。しかし彼らの行動は本能的なものであり、自然の法則に従っています。さらに他にもたくさんの野生動物の戦いがあなたを待っています。画面から目を離さず、私たちが集めた野生の最も残酷な戦いを見続けてください。毎日新しい野生動物の動画をご覧いただくために、いいねを押してチャンネル登録することを忘れないでください。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。私たちのビデオを楽しんでみてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。一番印象的だった瞬間は何でしたか？もし何かご意見がありましたら、ぜひコメントをお寄せください。次の動画をもっと興味深いものに改善するために、皆さんからのご意見を歓迎します。そして、いいね、共有、チャンネル登録をクリックして、最新の動画情報を受け取ってください。どうもありがとうございました。また近いうちにお会いしましょう。